前も同じ時間帯にやったから。たまに声が途切れちゃいますね、聞こえるのが。でも、うん、始まったら大丈夫なのかな。どうだろう。なんか今みずほさんの声は大丈夫でしたけど。あ、わかりました。じゃあお願いします。きっと明るくなりました。もう日がやっぱりだいぶ高くなってきましたね。なんか落ちるのが遅いなって。曇っててもまだ明るいですけどね。はい、では20秒前なので1回マイクを落とします。はい、一歩踏み出す勇気を、田辺恵美子のスペシャリストにインタビュ誰かの一言で人生が変わる時がある。小さくても誰かの心に響くきっかけになれたら素敵。そんな思いを乗せて、この番組では各分野のスペシャルな方やハッピーそうな方をお招きして、ざっくばらんにお話を伺っていきます。一歩踏み出す勇気を、田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、始まります。この番組では皆さんからのたくさんのメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmギノワン.com。 また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンと検索していただきますとすぐに出てきますので、そちらもお楽しみください。またサイマル放送も行っております。スマホの場合はアプリリスンラジオでお聞きください。 Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。本日は収録放送でお届けしています。この後午後8時までお楽しみください。そして今日のスペシャルなゲスト様ですが、キャンドルセラピスト協会代表の藤原瑞穂さんにお越しいただいています。CM の後お話を伺っていきたいと思います。それではここで一旦 CM です。Thank you.
BGM からかけますね。はい、田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、本日は収録放送でお送りしています。それでは早速本日のスペシャルなゲスト様をご紹介したいと思います。キャンドルセラピスト協会代表、100名以上のキャンドルセラピストを育成、180名以上が参加されるキャンドルセラピスト協会感謝フェスを毎年開催したり、500本以上のキャンドルを灯す大規模キャンドルナイトを開催するなど、活動の幅を年々増やしご活躍されている藤原瑞穂さんにお越しいただきました。瑞穂さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんかね、キャンドルセラピストってね、キャンドルとセラピストっていうことで、どっちもすごい聞き慣れた言葉ではあるんですけど、キャンドルセラピストっていうね、名前自体は初めて聞いたなと思って、はい、どんなお仕事かも含めてちょっと教えてもらってもよろしいですか。はい、はい、キャンドルって皆さん、はい、明かりをまず癒しって思われるじゃないですか、はい、でも癒しの要素がすごいいっぱいあって、はい、作ること自体も癒しだったり、あとはもう誰かに送る、プレゼントすることも癒しだったり、はい、あとね、レッスンをすること自体も癒しになれたりするんですよね。なので、私は作ることをまず中心としてなんですけれども、はい、作ることも癒しだからみんなで楽しく作ろうっていう感じで、お教室をまず始めたっていうのが最初ですね。なんかあれですよね、キャンドルセラピストっていうお仕事は今までなかったけど、はい、それを、はい、はい、お仕事として作られた第一人者でいらっしゃるんですよね。多分そうかなと思いますが作ることが癒しだよということでやってったのは、私がきっと最初だと思います。すごいですね。なんかこのゼロから、ね、お仕事を確立させて、ね、そこから仲間を増やしていって、そこからまあ、自分の価値をこう共有して、それに賛同してもらって、自分もセラピストになりたいっていう人をもう増やされて、でそれが100名以上っていうのもすごいですよね。ありがとうございます。でもこれも最初自分がそうやろうと思ったわけではなくて、小さくレッスンをしていた時に来てくださった方が、作る時から癒されたって帰りに一言言ってくださったんですね。それで、あ、そうなんだって気づいて、で、それをどんどん広めていきたいなっていうふうに思いました。今、キャンドルセラピストのお仕事をやり始められて、何年ぐらい経つんですか？8か9年ぐらい経ってしまった。経ってしまった。もうちょっとしたら10年経っちゃう。早い。経っちゃう。いや、すごいですね、10年って。そうなんです。ねえ、キャンドルセラピスト協会感謝フェスを毎年開催したりとかね、すごい、なんていうんですか、私、キャンドルって、まあ、家に何個かな2個か3個ぐらいはあるんですけど、でもなんかそれを、そうお仕事にされて、そういうふうに活動の幅を広げられる、そのなんかクリエイティビティとかもすごく、ある方なんだろうなって、まあ、思うんですけども、まあ、キャンドルセラピストになられた、きっかけとかですね、ちょっとお聞かせしていただいてもよろしいですか。一番最初のきっかけは、はい、うちにたまたまあったキャンドルを久しぶりに灯したんですね。はい、そしたら、なんか灯しただけで、はい、空間も潤うし、心も潤うし、はい、なんかすっごいチキショーって思ったんですよ。なんかチキショーですか。こんな簡単に、はい、そう、こん
な簡単に人の心を癒し、はい、空間を変えやがってなんだって思ったんですね。変えやがってなぜそんなにそうですよ、この野郎でした。この野郎、この野郎なんではい、その殺伐としていた私だったんですね、はい、うん、でなぜそんなに殺伐としていたかというと、うん、はいはい、うん、その頃、はい、フリーランスのネイリストをしていたんですね、はいはい、うん、うん、でネイルを、うん、あのネイルサロンを一人でやっているという状態、はい、うん、状態っていうか日々だったんですけれども、はいはい、なんかね、はい、状態だけど、ね、ちょっと間違ったストイックだったんですよ、はい、変にストイックになりすぎていて、うん、なんかものすごい力入って頑張ってたんですね、うん、でなんかお客様のことも大好きで、はい、やってることも大好きだったんですけれども、はい、なんかお客様の爪が割れたら私のせいだとか、何かあったら私のせいだみたいな、うん、常に緊張感をすごい持っていたんですね。で、お客様がネイルして癒されたって言ってくださっても、うん、それは良かったと思って、でも私にはちょっと癒しとかよくわかんないって思っていたんですね。はい、でも、はい、キャンドルはただ火をつけるという行動だけで、はいはい、なんかふわってさせて、うんうん、何これって思った衝撃が、うん、一番最初にキャンドルに目がいったきっかけです。はい、考えてみたら、うん、キャンドルって、はい、お誕生日のケーキの時によくみんな立てるじゃないですか、うん、あ、そうですよね、で、はい、キャンドルが、うん、そう、うん、キャンドルがある時って周りがみんな笑顔だったり、うん、全然違う空間になったりっていうのを簡単に起こしてくれるものだったし、うん、私は母が小さい時にクリスマスにキャンドルをものすごいたくさん灯す人だったんですよ。はい、で、うん、あの時も本当に空間が変わったなって、みんなが笑顔になったなと思って、これはすごいって思ったんですね。いやでも確かに優しいっす、うんうんうん、なんかね、レストランとかに行ったら、うん、たまにね、あのキャンドル置いてくれてるレストランあるじゃないですか、うん、はい、うん、でその時にこのお店の方がね、こうカチッってこうつけてくれたら、うん、でキャンドルに火が灯ったら、やっぱすごいなんか癒されるし、なんか勝手にいい空間になりますよね。そうなんです、勝手にいい空間に、ね、勝手にいい空間に、ね、ちっちゃなそうで確かにそれはめっちゃあると思う。うん、ね、うんうんうんすごいですよね。うん、で私その時に、はい、ネイルを頑張っていたんですけれども、うん、多分頑張りすぎていてちょっと体調が悪かったんですね、うん、なんか片頭痛が当たり前みたいに過ごしていて、うん、でなのでずっとずっとネイリストは無理なんじゃないかって思っていたんですね、うん、それで、うん、次に何かやる仕事を探さねば、はい、でまた、はい、思っていた時だったんです。あ、はい、でその時に次にやるんだったらこういう仕事がいいっていうのをいくつか決めていて、うん、はい、でそれが、うん、ちょっと私やみすぎてたので、はい、人様を触らない仕事にしようっていうのが一つと、はい、でなんかキャンさんがうーんってすごくうなずいてるんですけど、本当に何なんかあるんですか、キャンさん、何ですか。いや僕も病んでる時期があったので、はい、あんまり人に関わりたくないなっていうのは、そういう、なるほどね、はい、触れたくないとかじゃなくて、そういう意味でもやっぱり、ね、うんうん、落ちてる時はそういう風になりがちってことですね、はい、うん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 、
はい、うん、あ、ごめんなさい、それで、それで、なんか、うん、触らせていただくの、多分、あ、そうそう、触らせていただくっていうのが結構 いただいちゃうんですよね、きっとね、うんうん、なんか近くで、うんうん、なので、うん、触らない仕事にしようって思うのと、二つ目が、オープンの仕事じゃないもの、なんていうの、店舗みたいな、オープンスタイルの仕事じゃないのにしようって思ったんですね。はい。で、うん、それは、うん、私、母がちょっと病気になって、うん、ちょっと介護みたいなのをしていた時期があって、はい、でこれからも何かそういうことがあるかもしれないって思って、そういう時に、うん、サロンみたいなスタイルだと、ちょっと自由に動けないかもしれないって思ったの、うん、で、その、店舗スタイルじゃないのが二つ目で、うん、サロンスタイルじゃないもの。うん、で、三つ目は、それと、関連して、うん、対面じゃなくてもお金が発生する可能性があるものにしようって思ったんですよ。はい、とか、あと、うんうん、器用、手先が器用ではないんですね、私。うん、そうなんですか。なんか、コツつかむまでに時間がかかって、そう。うん、そうなんですよ。でもネイリストとかも検定とかもどんどん落ちるみたいな。そうなんですか。後輩が受かっていくの。でも1ヶ月先まで予約が取れない人気ネイリストだったんですよね、ネイリストの時。そう、だんだんそうなってった。じゃあなんかその、でも、あ、だからその、なんて言うんですか、その人気のネイリストになるっていうのはまた、うん、企業とはまた別なんですかね。うん、なんかコツをつかむまでにすごい時間がかかる人だったんですよね。うん、まあ、掴んでからは大丈夫だけどみたいな。っていう感じかな。でも本当、そうですね、ある程度に行くまでにすっごい時間がかかる。なるほど。だから、そう、まだ、うん、マイナーなのを、メジャーじゃないものをやろうって思ったりして、うん、さらに心がものすごい動いたものっていうことでキャンドルでもうすぐ仕事にしようって思ったんですね。いや、すごいですね。なんかその ないものを、いや、すごいと思う。ないものを形にしていくって、なんか私は結構なんていうんですか、形があるものに対して、このもうモデルにする人がいて、どうしたらいいのかなっていうものを、どういうふうにやったんですかとか、例えばそんな感じで、自分はじゃあどうやってやっていったらいいんだろうっていうのだったら考えやすいと思うんですけど、ないものを、収入に結びつけていくって、結構難しそうだなっていうか、なんか、いろいろ悩んじゃいそうだから、すごいなって思います。でもそうやって聞けることが素晴らしいんだと思います。聞くのは簡単じゃないです。人に聞けるの、うん、前、じゃあ私前もっと閉鎖的で聞けなかったんですよ、うん、聞くのが恥ずかしいとか、うん、こんなこと聞いてバカだと思われたらどうしようとか、うん、なんかに器の狭い小さな人間だったの。でもなんかそのそういうふうに人に聞けないことが逆にその自分で何かこの確立させるエネルギーになっていったってことなんですね。なんでしょうね、たまたまだと思うんですけど、はい、なんかやっぱりなんかこの長所と短所っていうかね、苦手なところと得意なところとか、なんかまあ表裏一体なんだなってなんか思いますね。でもなんかその、ね、さっきもちょっとちらっと言ったんですけど、この1ヶ月先まで予約が取れなかったり、このキャンドルでもこの協会の代表になったりとか、なんかまあね、キャンドルセラピストはまあ今でこそ人数が増えたかもしれないんですけど、まあ、ネイリストとかもうね、みずほさんがされてる時には他にもこうね、ネイリストされてる方とかいて、こう数ある中でこの1ヶ月もね予約が取れないみたいな感じになるって、
絶対なんか秘訣あると思うんですよ。ネイルは、20年前に始めたことだったので、まだ人は少なかったんですね。なので、そういうタイミングの良さもあったとは思うんですね。なるほど。で、あと、キャンドルになってからは特に、なんでしょうね、需要に応えるみたいなのをすごく考えてやってきたのはあるんですね。お客様でこういうのがいいんじゃないかとか、こういうの求められてるんじゃないかをすごく考えるようにしたんですね。でも基本的に、器が小さい、こう、なんか殻に閉じこもっていたような人間だったので、自信はなかったんですね。こじらせ女子だったんです。もう1ヶ月先にね、まだ予約取れないと自信しかなさそうな感じですけど、逆なんですね。ない、何も。一個もない。なんで私のところに来るんだって思ってた。そんなこと思ってたんですか？思ってました。他に綺麗な人もいるし、はい、コンテストで賞を取った人もいるのに、なんでここに来てくれるんだって怖い、ビビると思って、それで練習。そうなんですね。そうです。うん、ね、お客さんもお客さんですね。そんなことをまさか瑞穂さんが思ってると思って、まあ、だから体もおかしくなる。ああ、なるほど。そうそう。でもなんか、自信はある時から無視するようにしました。あ、無視するようにした。そう、自信がないのがコンプレックスだったんですけれども、でもそんなこと言ってられないって思ったし、自信って測れないじゃないですか。自信計測器みたいのないじゃないですか。あ、なるほど。はい。だから、そんな得体の知れないものに振り回されるのをやめようって思ったんですね。それいつ思ったんですか？いつかな、キャンドルになってからですね。だから、8年前ぐらいかな。でもなんかそれはやっぱりこれあれなんですか、キャンドルに癒されて、で心に余裕ができたからそういう風に考え方というか、そういう気持ちとかが移行していったんですか？キャンドルの力もあったと思うし、キャンドルの仕事が少しずつ広まっ、大きくなっていくと同時に、はい、なんか自信は無視とはいえ、自信がつくってやった後なんだなってすごい分かったんですね。なるほどね。はい。自信があるからやるんじゃなくて、やったら、あ、ここまでできた。次やったらここまでできた。で、また修正して繰り返しやっていくのが続いていくんだっていうのが、なんか体感できたので。なるほど。それで、自信がないっていうことをもう無視しようっていうふうに思うことができたんですね。そうですね。あと自信ってなんか自分のことばっか考えてる感じで、仕事ってお客様じゃないですか。あ、なるほどね。だから無視だって思いました。なんかすごい今深い言葉を聞きましたね。いや、もう本当に自信っていうのは後からつくってのはその通りだなって思う。ですよね。ね、本当そうですね。はい、僕アスリートだったので、あ、はい、やはり自信がなかったら勝負できない世界だったので、そのために何するかって言ったらやっぱ練習なんですよね。あ、なるほどね。練習積み重ねて積み重ねて、それをやっぱり本番に出せるかどうかっていうのは、また練習をどれだけ重ねたかで自信が持てるので、やはり実際にその場を踏むっていうのは非常に大事だなって僕も経験的に思います。なるほどね。そこ、じゃあ自信がなかったもやるしかないんですね。そうですね。いいお話。ちょうど僕が今やってるお仕事 DJ の方もそんな感じです。
そうですよね。なんかキャンさんはじめなんか喋れなかったって言ってましたもんね。はい、もうですし、あと本当に音楽かける DJ の方もこれでいいのかなって思いながらやってるんですけど、一応でもやっぱり人に声かけてもらえるっていうのは、まあ、勝手に周りが評価してくれるので、あ、まあ、やるだけやってやって、とりあえず場を踏むのが大事かなと思ってます。なるほど、自分との戦いですね。そうですね私もなんか自信がないとか言ってる暇があったら頑張ろうって思いました今いや、すごいいいことを教えていただいてありがとうございます。そんな戦わないいやでもなんかそのね、あのすごくストイックに体壊すほどネイリストされてて、でそれでねキャンなんかそのキャンドルセラピストになられてからは、まあいろいろ自信もついたり、このキャンドルのおかげで気持ちにも余裕ができたりして、この同じようにまあ自分でお仕事をされていて、自分あのお客様に提供してるってことは変わってないと思うんですけど、なんていうんですか、どんな風にこう肩の力が抜けたというか。一生懸命やることはちょっと変わってないと思うんですけど、うん、なんか、どんな風にこう変わりましたかね、なんかストイックさ。肩の力が一番、うん、一番肩の力が抜けたきっかけが、はい、あの私キャンドルを始めるときに、はい、なんかちょっと起業のことを教えてくれるセミナーみたいなところにたまたまご縁で行ったことがあったんですね、うん、はい、でそしたら、うん、もうなんか楽しそうに働いてる人たちがいっぱいいて、うん、でさらにいろんなことを教えてくれたんですね、はい、で、はい、その道にはその道のプロがいて、はい、何でも聞いていいんだって思ったんですよ。うん、あ、恵美子さんが聞けるの素晴らしいって私思った通り、私、はい、なんか聞くのが恥ずかしいだったんですね。だけど、わからないって思ったことは、はい、調べて調べてもわからなかったら聞けばいいんだって思ったり、はい、あと、お客様にもどうしたいかとか、私に何してほしいかとか、何が嬉しいかを聞けばいいんだっていうのが分かって、なんでしょうね。なんか勝手に自分を高い思っちゃってたんですかね。あ、なるほど。プライド高かったのか、なんか間違ったプライドの高さがあって。それで、はい。なんかそこから変わって、なんか無邪気に慣れていきましたね。素敵ですね。そうですね。僕も人に聞けない方だったんで。本当ですか？そうなの？もう同じような気持ちで本当に今聞いてました。いや、なんか、その私はなんか結構わからないことは聞けるんですけど、でもなんかそのお客さん対お客さんってなった時に、なんかどんな風にことが求められてるのかとか、なんかそういう目線は特になかったから、なんかそういうところもありのままでいいんだなってか、自然体でいいんだなってなんかすごい思いました。なんかね、肩肘張らずに、なんかこうあるべきみたいなの、もうなんか、なんか柔らかくていいのかなみたいな。そうですね。だからなんかすごいいつも楽しそうなんですね。結構こうあるべきが間違ってるんですよね。あ、そうかもそうかも。あ、そっか。でもなんか間違ってるっていうか、なんか自分のこの生きてきたこの環境の中で出来上がった固定概念みたいなのってみんなありますもんね。そうですね。そっかそっか。いや、いいですね。なんかそのね、ちょっと辛かった時期もあると思いますけどね、それを乗り越えてすごい今ね楽しそうなのがすごいね、いいなってね思いますね。じゃあここでちょっと一曲、曲をお送りしたいんですけども、ガネコヨリコさんの娘人とよっていう曲で、はい、この曲はどんな思い出の曲なんですか？私ネイリストの時
時に4ヶ月だけなんですけど、沖縄でお仕事してたことがあったんですね。はい、で、国頭村のホテルの中で住み込みでネイリストしてたんですけど、はいはい、まあ、沖縄好きでそれまでも行ってはいたんですけども、はい、住んでみて本当に風が気持ちいいなって思ったんですね。はい、ね、うん、そう、今は東京にいるんですけれども、うん、はい、東京も風は吹くのですが、うん、なんか自分の中が狭くなる時があって、うん、で沖縄の風を吹かせたいみたいな時は、うん、なんかあのゆり子さんのこの曲がとっても合うなって思っていたり、うん、なるほど、あ、じゃあちょっとぜひ聞いてみたいですね、うん、じゃあ、金子より子さんの娘人とようです、お聞きください。この曲の後そのまま CM 行ってよろしいですか。今日この曲の後にそのまま CM 続けます、それとも、あ、そうですね、さんにこの曲知ってますって振ろうかなと思っててなんかあのいろんなバージョンがあるみたいなの結構良かったから、あ、どうしましょう、どこで入れたらいい、沖縄の人で知ってるのであ、そうですか、はい、じゃあなしにしますツイキャスシュプリームさんが、うん、こんばんは、美人さんがいるコメントいただきます。あ、どっちのことですか。どっちのことですか。とかせまい。もちろん両方ですよね。うまい、うまい。シュプリームさんありがとうございます。じゃあ CM 行きますか。そうですね。そのまま続けていきましょう、ね。はい。じゃあ曲が終わったらそのまま CM 行きますね。今で CM も終わらせた方がゆっくりお話できると思います。そうですね、はい、うん、シュプリームさんもどっか行っちゃったかな聞きながら移動してるかもしれない。ああ、なるほど。そうですね。で、キャンさんはどのバージョンが一番好きなんですか？バージョンっていうか、うん、まあ、歌い手さんいっぱいいらっしゃるんで、うん、まあ、一応やっぱり、まあ、僕ひいきして、うん、中曽根はじめくんが同級生なんで、うんあ、まあ、でもすごい歌い手さんですよ。うーん、今の沖縄の若手では、あ、そうなんですか、はい、もう、もう時期、もう本当に将来人間国宝じゃないか、めちゃめちゃすごいじゃないですかいや本当にもうすごい子です。へー、あ、そういう民謡系を歌ってる人。そうですね、ポップスも興味あってやったりとかしてるんですけど。そっか、じゃあ私が知らないだけか。まあ、一部その界隈では有名みたいです。僕たちもそんなイメージなかったんで。あ、そうですか。はい、高校の同級生で、うん、普段からいじってた相手だったんで。なんかいじってた相手がそんなのってすごいですね。初めてライブに行った時に、あ、めっちゃすげえじゃんお前。15周年ライブの時はお手伝いで会場整備とか自分がちょっとやったんで。で、会場も結局スタッフしたのが、うん、まあ、民謡の歌手さんとかが結構集まってたんですけど、うん、あの人何者って言われたらしい。めっちゃ会場整備しまくってたんです。ちょっとすいません、そっちお願いしますあ、はい、お席ですね、はい、はい、大丈夫ですね。やってそう、あの、イベントごとは慣れてます慣れてそうI'm
隣はキャンさんがキャンドル好きなところから始まるんだな。キャンさんがキャンドル好きなんですよ。ぜひお話し聞きたいですもんね。了解しました。はい、じゃあ BGM 先行でいきますね。はい、田辺恵美子のスペシャリストにインタビューをお届けしています。後半もキャンドルセラピスト協会代表の藤原瑞穂さんにお話伺っていきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。はい、じゃあですね、お願いします。お願いします。実はこのね、番組のミキサーを担当してくださってるあのキャンさんがですね、すごいあのキャンドル好きっていうことで、はい、キャンドルの光が好きなんですよね。光が、はい、あのゆらゆら揺れるこの炎の感じがやっぱ癒されるので、なんか意外ですよね。なんか結構このなんていうんですか、キャンさんってこう、はい、ビジュアル系っていうか、なんていうんですか、何系っていうんですか、カラーギャングっぽいって言った方がいいですか。すいません、古かったですかね。ちょっとチンピラっぽいってよく言われる、はい、ちょっと割と派手めな ね、いい感じの、ね、はい、派手めな感じな、まあ、理由としてはやっぱり僕宇宙が好きなので、あやはりあの宇宙の光に近いかなっていう、このキャンドルとかやっぱちょっと自然な光じゃないですか、はい、やっぱそういった光に包まれてなんか、なんか癒されるなと、そういうのがあるの で、あと行きつけのバーがこうオイルランプでこうカウンターが置かれてたりとか、はい、あとは僕自身やっぱりキャンドルって実際まだ扱ったことはないんですけど、はい、キャンドルの、うん、あのように光るようなライトとかいっぱい集めて、うん、やっぱキャンドルって炎なので扱いは難しいので、はい、まあ、そういった演出っていうか、うん、そういったものを使ってちょっと癒されたいなっていう思いがあって集めてたりとかしてたんで、うん、実際キャンドルもちょっと興味あってやりたいなって今思ってるんですけど、うん、家でどんな時に灯すってか、そのライトつけたりするんですか。やっぱり入浴じゃないですか。おお、やっぱり入浴なんですね。なんかまあ、安全に使えるって面と、はい、あとこの暗くしてこう光でこうゆっくり湯船浸かるっていうのはすごい気持ちいいので。はい、私もしたことないのにキャンさんがしてる。僕結構2時間とか入っちゃう人間なんで。あ、そうですか。すごいですね。はい、時間があるときはですけどね。うーん、ちょっとトリートメントに時間かけてるので。待って、それ冗談じゃなくて本当ってことですか。はい。いや、30超えてブリーチしまくってるとやっぱ手入れしないとダメなんですよね。確かにすごいブリーチしてる割にはサラサラですね、そう言われたら。 ありがとうございます。本当ですね。ちゃんと手入れしてます。なるほど。ちょっと薄くなってきたかなって気はするんですけど。それはそんなことないです。全然大丈夫です。全然大丈夫です。はい、あ、じゃあそういう時間を生かして、はい、キャンドルとか、そうですね、で灯されたりとかしてるんですね。はい、なるほど。今一番欲しいのはキャンドルのように光るスピーカーが欲しいですね。キャンドルのように光るスピーカーですか。はい。いくつか種類があるんですけど、はい、今そういうのも流行ってて。何なんですかそれ。めっちゃおしゃれですよ。あ、瑞穂さん知ってますか。知らなかったですね。まあ僕 DJ なのでやっぱり音楽機材が好きなので、はい、そういうのばっかりチェックしてるんですけど、だそういった演出上でもちょっと欲しいなっていうのが、うん、はい、あ、それはスピーカーで、はい、でこの色、そう光るものってことですか。そうです、そうです。うーん、上にランプがついてて、まあ、じゃあそのランプ自体もスピーカーなんですけど、ランプ自体もスピーカーなんですか。そうなんです。っていうちょっと変わったのがいろいろあったりとかするので。すごい、うん、すごい。なんか結構こう幅広いんですね、思ったよりも。面白い。そうですね、今は結構このろうそくの光っていうのはやっぱり癒しってことで、うん、はい、それを目指してるこうデジタル製品って結構多いので。へー、はい、
安いものだと 2,3,000 円でキャンドルライトっていうのも LED のやつが売ってたりとかします。でも本当確かにね、瑞穂さんが初めに言われたように、こう私も人が家に来たりするとちょっとそういうライトとか、はい、あのつけたりするんですよ。ただなんか来てくれた人がなんかあこの家良かったみたいに思ってくれるかなと思って確かにだからやっぱそういうすごい癒しの効果がありますよね、キャンドルって。そうですね、ですよね。ね、音楽好きな人、キャンドル好きなので、キャンさんお好きなんだと思います、うん、あ、音楽が好きな人はそういうのも好きって傾向があるってことですか？キャンドル好き多い。そうそうそう、そうなんですか、意外です。へあと思い出に残ってるっていうのも一つあるかなっていう、うん、沖縄って台風多いので、はい、あの停電とか多いんですよ。そうですね、その時にやっぱり家族で、うん、まあ、あの真っ暗な中、はい、ろうそくを立てて、うん、まあ、キャンドルっていうほどおしゃれじゃないんですけど、まあ、そのろうそくの光でババ抜きしたりとか。あー、いいですね、はい、っていう小学生時代だったんで、あちょっとノスタルジー感じるんですよね。確かに私も小学生の時に停電になった時にあのろうそく灯してすごい楽しかった思い出として残ってます、はい、うん、楽しいですよね、うん、なんかねすごいなんか普段とは違う明かりの中で、うん、でしかも夜起きたら怒られるのに、うん、でもそれにも真っ暗な中で遊べるわけじゃないですか、うん、そうですよね確かに本当ですね、なんかこう、はい、ね、いろんな可能性を持ってますね。そうですねでも実際にこのキャンドルを作るってなった時になんかどんなところが大変でどんなところが一番の醍醐味だったりするんですか？大変は、うん、あんまりないかなって思います。ま、ね、じゃあ楽しい。失敗しちゃったとしても、うん、うん、うん。慣れるまではね、うん、何かはあるんですけれども、はい、でも、できたものはみんな自分だけの作品なので、うん、素敵だなって思います。うん、単純に作るのって難しいんですか、うん、どうなんですか、なんか、まあ、来れば来るほどまあ難しいとは思うんですけど、基本的にろうを溶かす、うん、温度を測る、はい、型に流すみたいな感じなの で、 うん、ですっごい難しいってわけではないんですけれども、うん、タイミングだったり、うん、そういうのでなんか慣れるまではっていうのはあります。でも、うん、うん、なんかでも瑞穂さんのこのインスタとか見させてもらって、この間ねあの鎌倉でのね、うん、まあこういうコロナだから少し小規模で、うんうんうん、ね、ありがとうございます。はい、あのキャンドルのそのなんか。作るのをなんかされてたのをちょっと見させてもらったんですけど、で、うん、その、皆さんが作った作品もねインスタに載せられてて、それをね作品をちょっと見させてもらったんですけど、はい、すごいいろんなデザインのキャンドルがめっちゃいっぱいあってですね。そうなんですよ、すごい可愛くって、うん、で瑞穂さんの作品はすごいなんかこのキャラクターに合ってる、なんかふわーっとした感じのなんかすごい、ね、めっちゃ可愛らしい感じのやつで、で他にもなんか桜の花びらみたいなのをキャンドルになんかあしらったようなやつもありましたよね。そうですね、ですよね、はい、でなんか本当にいろんなことができるのが醍醐味の一つですね、うん、そうそう、結構いろんなことができるんだなと思って、ですごい私が結構印象に残ったのは、うん、あのなんか宝石をキャンドルにしてた人がいたんですよ、うん、ナオミさんって方だったかな、うんうん、そう宝石のなんかよく覚えてます、そうです、そうなんかすごい、わこれもキャンドルなんだと思ってすごいびっくりして、でそれをこのキャンドルスタンドみたいなのに、うん、置いて大小いろんなこう宝石をイメージしたキャンドルを飾ってるところが
あの写真を見させてもらって、うん、わすごいなと思って、あキャンドル作るのすごい楽しそうって思いました。うん、そうですね。で色、うん、キャンドルにつける色も自分で作るので、はい、本当に個性を出そうと思わなくても勝手に個性が出るのがすごく素敵なことだなって、うんうん、なんか色もね、ふわっとしたこのなんか淡いのもあれば、こうツヤツヤテカテカのなんか本当に宝石のなんかこの色をが出てるような、うん、そういう強い濃いめの色も出てたりとか、すごいいろいろ幅広かったです、うん、そうなんですよね。ですよね。うん、あれは どうやって色付けしてるんですか。うん、そうそう、あれはキャンドル専用の顔料っていうのがあるんですね、うん、で粉だったり液体だったりするんですけれども、うん、それを溶けたろうに混ぜて、うん、で作っているんですね。うん、ねえすごいですね。なんか作ったら奥が深そうで、ねえちょっと僕も作ってみたいなって今思いました。一緒に行きましょう。ちょっとサイト今見てたんで、はい、あこんな風に作れるんだったらちょっとできそうだなと思って。いやさすがにあれですよね、作ったりするのはもうその場で一緒に行ってっていうのしかないから、やっぱり関東が中心なんですか、うんうん、あとは今はほぼオンラインでやらせてもらってるので、はいはい、あの動画講座見ていただいたりとか、うん、あとはあのオンラインサロン的に、はい、うん、動画見放題みたいな感じでやっているので、うん、うん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 、なので全国というか北海道の方もメンバーにいらしたりとか、うん、で1回もおあの作ったことない人が動画だけで自分で楽しく作れるようになるっていう体制は整えてやってます。そうですか。じゃあ慣れるまでこのオンラインで一緒に作るっていうのもあるんですか、うんうん、一緒にではなくて、はい、もうこと細かに説明をした動画があるんですね。うん、うん、でも、うん、何本になったかな、うん、それを見ていただければ、うん、なのであの好きな時間にできるんですよ。なるほど。あでもなんかこと細かくね、うん、なのでお子さんが小さい方とかね、うん、そうあでもそういうね、今こうお家でねいろいろあのステイホームだったりするから、そういうのでね、うんうん、ちょうどいいかもしれないですね。なるほど。じゃあ時期的にもう少し夏休みが来るので、うん、夏休みの自由研究とかにも良さそうですよね。いいこと言う、さすが増えるんじゃないですか自由研究、急にキャンドル作る人、はい、はい、じゃあここでですね、この度みずほさんが販売のオンラインショップを作られたっていうことで、そのねイメージソングがあるってことなので、はい、はい、ちょっとその曲をですね、はい、先にちょっと聞いていただきたいと思います。ここで流しながら喋ってもらうこともできるんでした。はい。じゃあもうちょっと聞いてもらって、もう時間ないです。いや、あと7分。あ、そうかそうかそうか。はい、あ、56分じゃないです。あ、全然余裕ありますね。はい。じゃあ全然1曲流します。はい。曲自体でもあと4分ぐらいあるので、あと4分ぐらい曲があるので。あ、じゃあ長めですね。じゃあちょっと55分になったらでは。避けて BGM にしましょう、ね、そうですね、で話し始めて、うん、はい、
ね、なんかすごい癒されますね。この曲なんで選ばれたんですか？さっきの曲とは全然違う感じで。いやでもね、さっきのはさっきとで、ね、確かに風を感じると思って、私もみずほさんに教えてもらって結構ね、うんうん、好きになったんですけど、うんうんうん、ね、この曲すごいキャンドルにぴったりですね。これが、うん、販売の方では、うん、心がスーッとするただ静かな時間っていうのがコンセプトになっているんですね。うん、はい、現代人は、はい、いつも頭の中に何かがあるじゃないですか。情報もたくさんあって、はい、なんかぐるぐる考えていたり、はい、ちょっとの時間もスマホ見ちゃったりとか、はい、常に何かがある。で、なんか静かっていうのがないなって思ったんですね。へー。なので、そう、ただ静かな時間を過ごすと、うん、本来の自分に帰れる感覚が私はあって、でキャンドルがそのきっかけになるといいなと思っているんですね。で、そのイメージにぴったり、たまたま聞いたこれがぴったりだったので、ああ、もうこの世界素晴らしいって思って選ばせてもらいました。いやー、すごいいい曲選びましたね。ありがとうございます。いや、なんか本当聞きながらすごい今癒されてます。なんか今って、まあ、私がそうなんですけど、なんかすごい情報がやっぱりたくさんあって、うん、なんか情報を入れてないとなんか怖いんですよ、なんか、うん、なんか置いてかれるんじゃないかとか、うん、まあ、それこそ本当に人に質問するときにも、うん、なんか知識がなかった情報がないとなんかやっぱそんなことも知らないってなんか思われるんじゃないかとか、だから結構そのこういうもう本当に刻一刻とこのいろんなこの情報がこう更新されていってるじゃないですか、もうコロナのことにしても世界情勢にしても、うん、だから本当に隙間時間に本当についついそういうのをね、情報を入れてしまってる自分がいるんですけど、なんかね、こういう曲を聴くとなんかすごい立ち止まろうかなっていうね気分になりますね。そうですよね。情報を見ているときは、はい、自分が情報の方に入っちゃってるじゃないですか、はい、自分がスマホの中にいるみたいな、はい、なっちゃうけど、本当はここにいるじゃないですか。そうですよね。だからそこに立ち返る、うん、なのでね、いや、たまにはね、こうキャンドルでも灯して本当にそういう時間をね作って心にね余裕を持たせようかなって思いました、はい、で今はねこうコロナでできないんですけど、この500本以上のキャンドルを灯すね、大規模キャンドルナイトっていうのもね、これまでされたことがあるみたいで、またねなんか次にそういうことがね できたらね、なんかすごい行ってみたいなってちょっと思ったんですけど、どんな感じなんですか？なんかね、お誘いいただいて出たイベントなんですけれども、はい、もちろん私一人ではできないので、生徒さんもみんなで一緒にすごい大きいのキャンドルを作って500本ぐらい集めてっていう、その時は河原でやった、はい、川のそばのイベントだったんですね。はい、でも、見に来てくださる方の、わーってなるんですよね。絶対なると思います。その顔を間近で見れることも、すごく、すごい幸せな時間だった。ですよね。いや、私もね、ぜひ、また開催されたらね、見に行きたいなって思いますね。なんか、ね、みずほさんだったり、その生徒さんの作品もそこに出るっていうことで、なんかね、どんなキャンドルがあるかなっていうのを見るのもね、すごい楽しそうだなってね、思いました。そうです。はい。はい、
はい、じゃあ、そろそろお時間になりました。ということで、今日はキャンドルセラピスト協会代表の藤原瑞穂さんにお話を伺いました。はい、瑞穂さんの、キャンドルですね、SNS、インスタグラムとかがメインですかね。そうですね、はい、うんうん、Facebook にもいますので、はい、お気軽につながってください。はいはい、でそちらの方チェックしていただいて、販売の方でね、購入することもできますので、ぜひチェックしていただければと思います。はい、では、今日瑞穂さん、お忙しいところ本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと寝すぎちゃった。あ、いえ、その分計算して時間やってるので。あ、そんなところも計算してくれて、はい、ありがとうございます。すごい、私がオーバーすることを計算してした時のために一応1分は残してありがたすぎます。いえいえ、ありがとうございます。よかった。いや、最後にこのインスタのことを言わないといけないと思って、はい、だからもうそっち絶対言わないといけないと思ってちょっとオーバーしてるの分かったけど、ちょっと言っちゃったんですよ。ちょっと収録なのでちょっと少しタイトにっていうか詰めた方がいいなと。ああ、やっぱできる男違います。本当できる男違います。もう外しても大丈夫だと思うんで。あ、これですか。はい、はい、スピーカーで左。あ、これはこっちじゃない。え、あ、こっちじゃなかった、こっちか。はい、あ、瑞穂さん、ありがとうございました。あ、こっちですか。あ、そうです、そうです、こっち。よかったですね、今日本当やり直して。もうほとんど